今お話があったように、いやどうしたのにね、にこやかにということで、実は私も漏れ聞いたんですが、中央市の皆さん方、あるいはキー局の皆さん方は、これデキレースじゃないかと、このように言われたというのは3つ言われたんですね。1つは知事がお話があったように、怒っていない、普通だったら激怒するよと。2つ目、知事が落ち込んでいない、普通こんなことになったら落ち込むよ。そして3番目、ジャパンこれちょっと失礼やなという思うんだけど、知事が議場でうろたえていない、普通だったらこんなことになったらもうキョトキョトね、なんとなくこう多動性症候群じゃないですけど、なんかこんなになったり、この後もうなんだよなんてね、なる。その3つが起こらないということは、これはできです。今先ほど多動性症候群の方をちょっと揶揄されるような、いやいや、ごめんなさい、そういった意味ではなくて、そういう行動にこう出てしまうということで、多動性症候群とおっしゃったのはまずいですか。いや、そういうこう振りというものがこう出てしまうということを申し上げた。決して私が多動性症候群でないということを言ったわけじゃないですよ。なりうるということ、自分もね、先ほど多動性症候群という言葉を使われて、あのような文脈で使うのはちょっと理解ができないんですけれども、もう一度なぜああいう表現をしたのか説明してもらえますか。私の場合には、例えばこの多動性症候群だけではなくて、いわゆる今後の宮都高等学園の時もそうだったんですけどね、そうしたことに対してもっともっと多くの皆さん方にこう理解をしていっていただこうということで、さまざまな場面あるいは対策、こういったときにも申し上げる、つまりどういう行動を取る場合にそうした病名になってくるかということで、先ほどは申し上げる、当然私自身だって多動性症候群を起こりうる、あるいはマスコミの皆さん方が、そうしたうろたえるというような表現がそうしたものに近い、だからそうしたものが多動性症候群ということに、これは例えば病気としてなっている場合、それを誤解を招く、逆にそれをうろたえるんじゃないか、いやそうじゃない、それは病気なんですよ、あるいは誰でも起こりうるんですよということもあって、少し表現として分かりやすく申し上げたという、そういう言い方をする必要はなかったと思うんですけども、そういう表現は適切だったと思います、言い方としてね、確かにただこうこうやってバタバタやるとかそういうことよりも、やはりそうしたものに何かのきっかけにご理解をいただくことができればということで、例えとして申し上げさせていただきます。今知事、じゃあ先ほどの言い方で多動性症候群に対する理解が深まると思ってらっしゃるんですか。深まるというよりも、そうしたものがうろたえるということ、それがただうろたえたということではなくて、そういう場合によっては病気であるということに対しての理解、これを深めていただく必要もある。ただ確かに今ご質問があったように、あえて言う必要があったかなかったか、こういった点では必ずしも言う必要はない、それはおっしゃる通りだと思います。先ほどのようなおっしゃり方ですと、当事者の方でいらっしゃいますとか、ご家族の方とか非常にこう、お怒りになられるんじゃないかと思うんですけど、もちろんそうしたことでお怒りになられるという方がおられるであれば、そこは申し訳ないということになりますが、まずもう一つは理解をやはりしっかり広めていく、そうしたこともいるんじゃないか。先ほどのようなおっしゃり方で理解が深まると思ってらっしゃるってことですね。思っているというよりも、そうした表現といったことをお示しをした、理解を深めるというよりも、そうしたことの表現、それを分かりやすく説明をさせていただいたということ、これからもああいう文脈で多動性症候群ということをおっしゃり続ける。ただ今お話があったように、それによって例えば傷つくんではないか、それは確かに一人でも二人でもおられるんであれば事実ということになりますから、そうしたことを例えばね、ただ何も言わないというわけにはね、なかなかいかないかもしれない。ただ今の場で必ずしも言う必要がなかったんではないかということは、その通りですね。逆に間違った理解を広めてしまうような言い方だと思うんですけど、間違ったというよりは、やはりそうした表現、こうしたものについて理解を深めていただきたいなというのも確かにある。ただこの場でマストとしてそれを使わなければならないということでは確かに、場合によってそれによって気分を害する、あるいはそれに対して怒りを持つ、
という方がおられないとは確かに言えるということだったら、そうした場合については申し上げますね。このように申し上げたことですが、不適切であったかどうかというよりも、やはり必ずしもこの場面で言う必要はない、その病名をですね言う必要はないんではないということは思うんですね。それを使う使わない、こうした点については必ずしも使う必要はない、これはご指摘のと。またそれに対して不愉快な思いです、あるいは怒りを持って、そうした皆さん方には申し訳ないですね、このように申し上げました。